とうございます。ついにワークイン初静岡ということで、これから静岡に向かいます。あの新幹線に乗りますので、ゆうたくんはねきっとねテンション上がりながら、まあ、結局寝てるんでしょうねということで、じゃあ皆さん静岡で会いましょう。会場着きました。何ですかこのおしゃれな、え、窓は、え、何ですかこの会場は、何ですかこの原画作りのおしゃれな建物、作りのおしゃれな建物来ました。すごいです、ロクシー来ましたということで、やっていきたいと思います。はい、楽しみですね。静岡の皆さんに、バッチリバッチリ決めていきたいと思います。緊張モード入りました。今日は11月27日です。皆さん何の日でしょう。はい、今日はですね、俺の誕生日です。いやー、もし一応11月なんで、11月8日寮の誕生日なんですけど、今日は11月27日静岡に来てます。イエーイ。静岡で今イベントでリハーサル終わって、自分たちでね髪セットするんですけど、それを今ちょっと撮ろうかなと思って、だから僕たちのね、ちょっと髪セット見ててください。じゃあ僕はお焼きいただきたいと思います。お、いいね。これね、寮のお母さんからね差し入れでもらったんです。そうなんです、いただきます。いつもね優しいんですよ、寮のマミーは。大根、はい、お焼き食べてます。お焼き食べてます。どうしよう、はい、携帯ありますか。僕もこの辺のズーマとか言わないのに、携帯お願いします。専属カメラマン、俺の専属カメラマンどうですか今日、なんでこのスイッシュ指導、緊張してますか。緊張はまだしてないです。これからもうしてくると思います。共演者の方とかは挨拶は、あのさっきあのエンジンさんと挨拶できました。ちょっと、ね、だって SNS とかで見てたんで、うん、ここでそんな方々と大丈夫。あ、着いた、漏れた、すごい楽しみです。今から設定楽しみにしてます。はい、すごいこれ漏れてる、頑張ってください。これでいい、いいねー、どうはどういい感じ、はい、違う人もいいから行きます。スリー、ツー、ワン、ワン、ゴー。行ってきます。皆さん、こんばんは。行きます。マジありがとう、エビバディ。ヒーローがガチ性、ガチ。もうやめろ。じゃあラーメンガチに。ラーメンガチ。ラーメンはもう一部と同じで。大丈夫。他はこうなってたら、でも他も見えるけど余裕で。しゃ。ありがとうございます。じゃあこれ終わったら爽やかハンバーグを食べましょう。さあ爽やか。じゃあこれパワー分かれる。うん、来た来た。よし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 。来た来た来た。よっしゃ。よし、もう少し出番です。うん、行きましょう。スイッチワンワンゴー。なんて言ってたの。スイッチワンワンゴーって言いました。あ、そう、え、
爽やか食べるよ、シチ爽やか食べるよ、シチジェットって言ったね。結構ワクワクしてましたよ。そうです、新幹線の時からもうワクワクしてもうね、こうやってピースしてやりました。みんなと一緒だったのかな、相部屋、うん、他の出演者さんだからね、ちょっと喋れたよね、喋れましたね、いろんなコミュニケーション取れて、エンジンさんとかね、あとはあのフューチャリングフューチャーの時にも一緒になったジェニックさんとかと裏で話したりとか、まあ写真撮ったりとかね、いろいろ交流できたので、はい、やっぱそれは対話の良さっすよね。そうですね、なかなかね、なかなかね、あのいや全部真似するよ、いや全部真似するよ、マジかマジか、6組行ってね、はい、なんかその多い人数というか、うん、そういう
上がりもあったし、うん、思い出話をさせてもらうと、みんなでモニターを見ながらコーヒーを飲んだんですよ。はいはいはい。あれ結構ね、俺個人的青春だった。確かに楽しかったです。片手にね、あったかいコーヒー持って、はい、コーヒーを、ジェニックさんたちのパフォーマンス見てたね。でも今日の会場は結構みんなの、お客さんのみんなの顔を見れたんですよ ね。確かに照明ね、バッとお客さんとか明るくしてくださって、そうそう、 MC のところね、MC のところで、でも一番奥まででもバッてお客さんいる中で全員見れたから、うん、もう毛穴から毛穴まで見えました、一番後ろの人の、あの肌触りとか、そうです、分かりました、質感とか分かりましたみんなツルツルでした、みんなスベスベ、ということでね、ということで、またライブがあったらこうやって Vlog 撮っていきたいと思います。ますね。ではちょっとゆっくり休みます。お休み。